どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、またデュエルリンクスの歴史の授業をねやっていこうかなと思っておりまして、本日ぶっ壊れスキルだったのに3敗になってしまったスキルの歴史パート2でございます。パート1のね動画は結構ご好評をいただいておりまして、こちらパート2となっておりますので、もしまだパート1見てないよという方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。早速ですね、デュエルリンクスのまず特徴についてなんですが、スキルというねキャラ専用の能力がございまして、カードとスキルの組み合わせでデッキが、完成するようになっておりまして、スキルにももちろん強い弱いございます。ぶっ壊れすぎたスキルがいくつかありましてですね、このスキル修正された結果、誰一人使うことがなくなってしまった惨敗スキル、こちらの歴史を、紐解いていこうかなというふうに思っております。ナンバー1からナンバー3はパート1、ナンバー4からナンバー6に関してはこのパート2でご紹介していきます。早速やっていきましょう。参拝スキルファイルナンバー4、ナンバー4はこちら、絶対運命力。どういうスキルだったかというと、自分がコイントスを行う場合3回まで必ず表が出る。このスキルはコイントスを行うカードがメインデッキに5種類以上存在するデッキを設定してデュエルを開始した場合のみ適用されると、こういうスキルでございました。読んでいただければ分かる通り、確定でコインが表、完全にやりすぎです。完全にやりすぎです。運ゲーだからこそ許されるカードっていうのがねいくつか存在しておりまして、遊戯王にはね、まあ実際どういうカードが活躍していたのかという話なんですが、ですね、まずはやっぱりですね、まあ誰もが思い浮かぶでしょう、カップオブエース。はい、確定で2枚ドローします。もう完全に強欲なツボ、一人だけ強欲なツボが使えるということですね。それから、ミズジャッジ、確定効果無効。これ効果コイントスを2回行って2回とも表だったら何でも効果無効にできるよという、めちゃくちゃ最強のモンスターなんですけども、これを先行で出して相手の発動した効果全部何でも無効にしてくるということですね。それから、デスペラード、リボルバードラゴン、確定破壊と、こういった、コイントスだから許されているモンスターたちのコインを強引に表にするというね、こういう戦術がまかり通っておりました。これを受けまして第1次スキル修正が入ります。2019年の10月、絶対運命力デスペラード、リボルバードラゴンを軸としたデッキの場合、このスキルを適用する条件が十分に適用して機能していないため、適用条件を厳しくしますということで、修正後どうなったかと言いますと、基本的に種類が増えただけですね。前半の部分は変わらなくて、このスキルはコイントスを行うカードがメインデッキに7種類以上存在するデッキを設定してディベルを開始した場合のみ適用されますよということなんですが、これで弱くなって環境から姿を消すのかなと、思われる方いらっしゃるかもしれませんが、全然余裕です。全然消えません。5種類が7種類になったところで全然弱くありません。強欲なツボは結局強すぎるんですよね。カップオブエースというカード、これ発動するだけで1枚アドバンテージが稼げますんで、7種類ぐらいコイントスカードを入れたところで別に痛くも痒くもないですし、なんならカード増えてるんで、まあ、それは強いですよね、当たり前に。はい、ということで、これを受けまして第2次スキル修正が入ります。2021年3月、絶対運命力コイントスを行うカードやそれらと相性のいいカードが増えたため下方修正しますと。で、修正後どうなったかと言いますと、自分がコイントスを行う場合3回まで必ず表が出る。また自分は最初の通常のドローができない。このスキルはコイントスを行うカードができ7種類以上設定しなければいけないという、これがねやっぱりどうしても弱くなってしまいましたね、これ一気に。どういう風に、弱体化しているかというと、結局カップオブエースを引けなかったらドローなしと同義なんですよ。通常のドローがスキップされますんで、でさらにカップオブエースを引けたとしても結局、通常のドローがないので次のターンのね、なのでアドバンテージはプラマイゼロということで、ドロー権利を放棄してまで使うスキルではないですよね、さすがにね。アドバンテージ稼げなければ結局カップオブエースの最強2ドローができなくなって、さらに通常のドローができなくなってしまえばめちゃくちゃ弱いんで、無事参拝スキルへとなってしまいました。最近これ使ってる人見たことありません。参拝スキルファイルナンバー5、ナンバー5はこちらのスキル、リスタート。
どういうスキルだったかというと、初期手札の配布後に一度だけ、初期手札を引き直すよというそういうねスキルでございました。最強の所定の安定スキルでございますね。先に申し上げますが、このスキルなんと後に4回も修正されます。4回もの修正がされます。まあこのスキル、まあ見ていただいたら分かる通りね、カードゲームではありえないマリガンができるわけですよ。これね、ワンキルデッキ、まあ、それからコンボデッキなんかにもいろいろと、ね、悪用されておりまして、まあ、とりあえずね、スキル困ったらリスタートにしとけと、言われておりました、当時のデュエルリンクスでは。で、このね、リスタートね、なんとね、世界大会で大事件を起こすことになるんですけども、2017年世界大会決勝、リスタートで大事故が発生して会場が大しらけになりました。当時のね、これ世界大会の様子、まあ、YouTube の動画なんですけれども、この当時は、どういうデッキが流行っていたかっていうと、リスタートでこのトゥーンキングダムっていう、このカードを引き込んでトゥーンモンスターを展開して、まあ破壊耐性を得ながらダイレクトアタックしてくるっていうそういうね、デッキが流行っていたんですけれども、リスタートを採用すると、まあ、ある程度トゥーンキングダムを引けるようにはなるんですが、もちろん引けないこともありますよね、トゥーンキングダムが。この2017年の決勝大会、なんとね、青川の選手リスタートを使用しトゥーンキングダムを引きに行くも、2戦連続で事故りまして、トゥーンキングダムが引けず、ただただ事故って泣けると、こういうね大事故が起きました。これ決勝大会です、はい、これ世界大会の決勝戦でこういうことが起きました。もう会場は大しらけですよね。まあ、リスタートをやっぱり信用しすぎるのは良くないということですね。はい、まあ、ちょっとこれ、関係ない話になっちゃったんですけども、リスタートのまずそもそもやばすぎる仕様っていうのがちょっとありまして、これスキルが強いだけじゃなくて、なんとですね、迷惑行為があります。初手リスタートする判断あるんですけれども、これね制限時間がありませんでした。リスタートするかどうかを、ゲーム内でね判断するのにはい、いいえとか、選ぶ画面あるんですけども、あれに制限時間がありませんでした。ということはですよ、デュエリストはね悪用することしか考えておりませんので、基本的に、リスタート遅延というね、戦術が発生しまして、もうひたすらにリスタートする画面で放置しまして、ゲームを、相手の時間を奪うと、これがね外役戦術としてね結構流行ったんですよね。で、このリスタートなんですけども、まあ、そんな、仕様を受けまして第1次のスキル修正が入ります。2018年1月、リスタートの判断を行う間、対戦相手を長時間待たせることがなくなるように判断時間を制限します。またスキルバランスの調整としてデッキに戻す手札を公開するようにします、ということで、修正後どうなったかっていうと、リスタートの判断時間を最大20秒に制限、そしてリスタートを行った際手札を相手に見せた状態でデッキに戻すということになりました。まあ、ただしですね、まあ、根本的なスキルの強さ、これは変わっておりませんので、特にこれで、まあ、めちゃくちゃ弱くなるということはありません。で、具体的に、まあ、どんなデッキでねこのスキルが使われていたかというと、まずはさっき言ったようにトゥーンキングダム、まあ、トゥーンワールドですよね。あとは、まあ、初期の頃だと結構魔導書とかにも使われていた記憶がありますね。あとヒーローとか、この辺にね、使われておりました。で、そういった、まあ、活躍を受けまして第2次スキル修正が入ります。2018年の6月、リサと強力なコンボカードが増えるについて有用性が大きく上昇しましたので、相応のデメリットを追加しますということで、まあ、修正後どうなったかというと、リスタート初期手札の配布後に一度だけ使用できる初期手札を引き直す、このスキルを使用した場合、自分は次の通常のドローができないと、通常のドローなくなります。まあ、さっき の, 絶対運命力とかと同じような感じでドローロックがかかると、これ完全にやりすぎなんじゃないかなと、ドロー放棄は弱すぎなんじゃないのと思う方いらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。リスタートは不滅です。なぜかという、言いますとですね、まだまだリスタートは死なないという理由、まずですね、からくり、引ければこいつを引ければ先行制圧が可能で、しかも自分の表示形式を変更するとドローができますんで、まあ、通常のドローなくても全然ドローが加速できるということ、それから長老、まあ、霊獣使いあたりですね、霊獣あたりは展開できれば、展開できさえすれば、まあ、サーチいっぱい入れられるんで爆破と稼げるんですよ。なのでこういったデッキが、まだまだ活躍しておりまして、リスタートで別にドローできなくてもなんとかなりました。というわけで第3次スキル修正が入ります。2020年の10月、
全てを終わらせることができる手札を揃えられるため下方修正しますと、これも簡単に言いますとからくり強すぎ問題ということを言っております。はい、で修正後どうなったかと言いますと、リスタート初期手札の配布後に一度だけ使用できる初期手札を引き直す、このスキルを使用した場合自分は次の通常のドローができない。このスキルは魔法トラップカードがそれぞれ7枚以上入っていないと適用されないと。まあ、ドロー放棄に加えまして、デッキ内のカードの枚数を指定することもしてきました。まあ、さすがにねここまでやったら死んだのかなと思われる方いらっしゃるかもしれませんが、全然死にません。まだ死にません。まだまだ元気です。規制甘すぎということで、魔法トラップカードがね非常に強くてですね、まあ、制圧カードとして、まあ、以前からくり町に稲七から展開して、まあ、罠とか魔法トラップをねガンクセスすればめちゃくちゃ強かったんですよ。この当時はね遊戯王カラクリンクスと言われておりまして、もう本当にカラクリだらけでしたね。ランク戦も KC カップも、でもカラクリさんどんだけ強いということで、まあ、これを受けましてやっと第4次スキル修正が入ります。2021年の3月、特定の組み合わせの手札を揃えることで勝利に大きく近づけるデッキが増加傾向なので危険なデッキが生まれる前に下方修正をしますということで、どういう風な修正が入ったかというと、リスタート初期手札の配布後に一度だけ使用できる初期手札を1枚減らして引き直す、自分の最初のターンのメインフェーズ終了時まで自分はモンスターを特殊召喚できずモンスターの効果を発動できないとなりました。まあ、通常のドローは一応できるようになるんですが初期手札を1枚減らしてしまうと、リスタートした場合ね、でさらに自分のターンのメインフェーズ終了時までモンスターを展開できないということでついにモンスターを展開することすら許されないという非常に悲しみを背負ったねスキルになってしまいました。まあ、これを受けましてさすがに使い道がなくなってしまいました。完全に使い物にならなくなったと言っていいでしょう。こういうね、第4次スキル修正まで行われた結果無事参拝スキルへとなってしまいました。参拝スキルファイルナンバー6はこちら。そうラストギャンブル、5ターン目以降の自分のメインフェーズに自分のライフポイントを100にし手札を2枚捨てることによって、サイコロを振って出た目だけカードをドローすると。このスキルはデュエル中に一度しか使用ができない。まあ、簡単に言いますと6を出して6枚ドローするというチートスキルです。はい、6を出して、自称してライフポイント100にすることによって6枚ドローすると。6枚ドローですよ。遊戯王で6枚ドローっていうカードなかなか見ませんよね。2以上が出ればちなみに基本的にアドバンテージでございまして、まあ、なんでかっていうと手札を捨てるんですよ。これ手札を2枚捨てて発動できるんで、これ手札を捨てるということは、まあ、墓地を肥やせるということでございますんで、まあ、これはね捨てるも強すぎました。実際引くことももちろん強いですけど手札を捨てることができるというのも、まあ、非常に強かったところですね。で、具体的にどんなデッキで使われていたのかというね話なんですが、まあ、これ完全記憶ベースになっちゃうんですけども、かなり昔のスキルなんで、まあ、磁石とかはねよく使ってた記憶がありますね自分では。鮮明に覚えております。はい、マグネットボールやデルタをなんかそのラストギャンブルで墓地に送りながら、めっちゃドローして、バルキリオン出すみたいなね動きもできました。当時はあと最終戦争とかもね、最終戦争手札をめっちゃ増やして最終戦争をするみたいなそういう使い方もできましたね。スキルに困ったらとりあえずラストギャンブルにしとけみたいなところもありまして、要は5ターン耐えられればめちゃくちゃアドバンテージ稼げて、まあ、そのターンに殺せればね何とかなりますんで遊戯王デュエルリンクス。なので、まあ、カードゲームのアドバンテージの概念が完全にこのスキルで崩壊しておりました。はい、だから死ぬほど頑張って展開やら相手の制圧をしても結局5ターン目くらいに相手にラストギャンブルって言われて6枚ドローされて、めちゃくちゃなことされて負けるっていう、ね、まあ、こういうゲームこれがね起きていたんですよ。まあ、ただこのスキル死ぬほど活躍していたというわけじゃないんですけれども、まあ、とにかくですね運ゲーすぎました。運ゲーすぎてしかも理不尽でした。6とか5が出た日にはもうなんか相手の手札なんか見切れるレベルでね増えますんでもうかなりやばいですねこのスキルは。ということでスキル修正が入ります。2019年の3月、ラストギャンブル支払うコストに対して期待しうるリターンが大きいスキルですので使用条件および使用時の副作用をもう少し厳しく調整しますということで、どういう風になったかっていうと7ターン目以降になりました。まずで自分の手札
を2枚デッキに戻して使用できる。これはさすがに弱くなりましたね。7ターン目以降、まあ、7ターン目以降さらに程度を2枚デッキに戻す、まあ、まずそもそもデッキに戻すということは、まあ、墓地が超えないということでございますよね。例えば2枚デッキに戻して同じ2枚を引いてくるっていうこともあり得るわけですよ、このスキル。なのでただ単にライフポイントを100にして、あの自分の手札を2枚デッキに戻して同じカードを引くっていうこともあるわけですよ。これあまりにもアドソン、あまりにも、まあ捨てられればまだね、あの墓地超えますから強かったんですけども、まあ、墓地も超えないし、でしかも7ターン目以降っていうこの文言、これ遅すぎて、今このスピードデュエル、ユベルリンクスはスピードデュエルって言われていまして、まあ、かなり早いターンで決着がつくんですけれども、7ターン目以降で生き残っていること自体かなり少ないんですよ。かなり少ない。多分自分のねデュエルを見返していただければわかるんですけども、まあ、大体なんで5ターン目くらいまでには、まあ、決着ついていることが非常に多いので、7ターン目以降はあまりにも遅すぎるということで誰も使わなくなりました。ということで無事参拝スキルの仲間入りとなってしまいました。他にもねたくさん参拝スキルは存在します。まだまだね、これからもたくさん参拝スキルをご紹介できるかなと思いますので、ぜひパート3パート4楽しみにしていっていただければというふうに思っております。ぜひね動画の感想などコメントをいただけるととても励みになるのでよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。